僕たち二人で未来を予想していきたいと思います。ここに書いてあるんですけど、はい、小岩井さんは予知能力とかありますよねって。あー、ありますよ。これそういう設定なの？小岩井さんは知らなかったんですか？全然知らなかった。ウィキペディアとかに書いてない？マジで。佐々木さんもあれでしょ？あるんでしょ？まあ僕もありますね。ハイスペックだね。なんかね、東京タワーだっけ、スカイツリーに住んでるんだっけ。そこ、まあ風水的にあの位置はいいんだよね。なんか剣とかね、12メートルあるの使えるし、未来は予知できるし、まあ、全然予知できますよ。じゃあその予知するイベントのあれを見ていきましょう。はいはい、まず